そんな車いらないって。ベルもそんな車いらないって、恥ずかしくて乗れないって。じゃ聞くけどさ、この車はどうやん、超かっこよくない？いやいや、どこがよ。君たち簡単に考えすぎ。パパがこの車を買うでしょ、じゃあ一番最初に何をするかって、お前たちの学校を迎えに行かれるよ。やめろ。嘘でしょ。結構いい道具になるけど、いい道具になるでしょ、なるけど価格が200万とか300万ぐらい、200万ちょいか、いらない、だとしてもいらない。あなたさ、そもそも自分の夢を忘れてる。なんだっけ、なんだっけ。俺はカバーを買ってドーベルマンを助手席に座らせて車を走らせるのが夢だって言っていたのに、カバーじゃないそれ、トゥトゥトゥって何よ。だとしても本当に嫌だ、それはあなたに付き合いられません。もういいじゃん。車を使うけどさ、じゃあこれが20年後30年後の時に記憶って残ると思う？残らない。そこだそこだ。こー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 乗ってんじゃん、周りからめっちゃカメラ向けられるんだって。絶対に嫌だよ。逃げるんだよ。ベルも嫌だって、そんな恥ずかしいの乗れないって。これはひどいよ。ちょっと丸見えなんだけど、ママ絶対乗りたくないんだけど、まあ、ちょっとなんか多分エアコンついてないっぽいんだよ。エアコンの問題じゃない。どうこれ、いいかも、いいかも、いいかも。ベルがもう点点点なんだけど、 YouTuber としては多分ね、すごいこれはインパクト強烈だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ベルが尻尾振り始めてんだけど、子供が4人いてドーベルマン行ってきて飲み物ズグズグだったから、もう多分いいの、トクトク、いいの、トクトク、いいよ、トクトク。でもママ俺これ買うよ。え？絶対買いたい。買いたい。買いたい。うん。ってことでいいか。うん、いい。じゃあ、買いましょう。